イメラジオ第6744回、今日は令和6年8月30日金曜日です。時刻は午後6時半、山口市からお届けしています。今日は山口県に来ていますね。もう夕方、夜が近い時刻なんですが、台風過ぎ去り、西の方から日の光が差し込んでいますね。まあ、この日の光もすぐ消えるけれど、台風が過ぎ去った実感できる、そんな金曜の夕方です。明日あたりからは交通機関も正常に戻るんじゃないでしょうか。さて、夢ラジオ、今回は2024年総裁選の行方、こんなタイトルでお話ししましょう。この台風で林議員、林官房長官ですね、あるいは高市議員、高市大臣、あるいは小泉議員、こういった有力な人たちの出馬会見が延期になりました。来週になるようです。つまり9月になるんですね。それだけちょっと今回の台風10号っていうのは大きかった。で、私もなぜかその台風が来てるような時に、その九州とか、あるいはこの中国とか、こういうところに来ておりますが、さっきも話したように山口県ではもう台風は過ぎ去ったようですね。明日はこれ晴れるんじゃないでしょうか。さて、今回の総裁選の行方、夢ラジオでは小泉進次郎が身内というか近い人たちに出馬しますっていうあれを言った時、もうこれで進次郎で決まりだなという、そんな放送をいたしました。夢ラジオでは高市推し、これはもう数年前からずっとそう、というより前回の総裁選から高市頑張れみたいな放送はしていました。なんですが、まあ保守の票が割れる、青山議員も立候補するんでしょうか、しないんでしょうか。小林議員はもう出馬会見を早々に始めましたね。やっぱ若い人ほど早く出馬会見しないと間に合わない、準備ができない。ですから、この保守票が、前も話したように小林、青山が結束して高市にとかって言うなら、非常に高市さんも可能性があるんですけど、どうもそうじゃないと。そのことを考えると高市さん無理だろうと。で、林さんとか、あるいは茂木さんとか、この辺はもう要職を務めてきた人たちなんですが、もう昔の名前で出ていますですよね。若い人と、特に裏金問題があった自民党ならば刷新できる人と、これは多分自民党員だけでなく国民の気持ちでもあるでしょう。いや、その意味で言うとやっぱ若い方が有利なんですね、今は。で、若いやつは小泉と小林ですよ。で、小泉と小林比べたらもう勝てるわけないじゃないですか、小林鷹之さんが。ただし、この小林さんって人も非常に有力な人なので、今回一応出ますと言って出ておいて、で、ある程度の戦いはしておいて、それで数年後にこういうことは考えてるでしょう。そして小泉進次郎もおそらくなんですけど、今まだ出る気なかったけど、今もう出ないと、今自分が出ないと自民党がもう改革できなくなる、刷新できなくなるっていう、そういう思いからじゃないかとは思いますね。ある意味でちょっと面白くない、そういう総裁選になった。小泉進次郎でぶっちぎりだ、こんな感じが私にはしておりますが、リスナーの皆さんどうでしょうか。また小泉さんはお父さんの純一郎さんと同様に脱原発、反原発なんですよね。けれど、ってことは言い換えれば火力に依存するっていうことで、なんか環境に優しくないんですけどね、火力って。で、原発っていうのはその30年の間はその間出てくる廃棄物の処理をきっちりできるんなら、そして安全に運転できるんだったら、原発ってクリーンな電力なんですよ。 CO2 出さない。
化石燃やさない原発は。でその結果廃棄物は必ず出ますが、その廃棄物をきちんと処理できるんだったら、そしてその間安全運転ができるんだったら、非常に安全なというか、非常になんかクリーンなエネルギーなんですよ。ただしこの原発がもう安全神話になってしまって、福島の場合その地下に予備電源があるっていうこの状況を危ないと誰も言い出せなかったし、言い出しても聞かなかったんですよね。 100% 安全神話になってしまうことはこういう怖さを生み出すんですよ。誰かさんを神様だと思うとか、何かの考え方をもう神話にしてしまうとかの怖さはここにあります。もう誰も何にも言えなくなってしまうんですよ。だからその福島原発事故の最大の反省点は、声が上がっていたんですよね。地下に予備電源があることの危なさは、でもっとすぐそばの高いところに移しておけば大丈夫じゃないか、その通りでした。でもそれだと 100% 安全だといつも言っていることが通らなくなるというすごい理由でですね、東電の中で押さえつけられてたんですよ。しかも東電だけでなく、原発っていうのは通商産業省、つまり国家官僚が関わっているんですね。ちょうど戦前の頃、荒人神と言われた昭和天皇に誰も何にも言えなくなってしまい、で昭和天皇に正確な情報が上がるわけもなく、戦争がどんどんおかしな方向へ行ったのと似てますよ。原発行政って 100% 安全ですみたいな神話を言うから、ありえないことを言うから、その改革ができなくなる、必要な改革が。さて小泉進次郎さんに戻りますと、その原発ゼロと、じゃあ CO2 バンバン出す石炭とか石油とか天然ガスの火力でいいんですね。もし小泉さんが、いや風力だ、いや太陽光だとかトンチンカンなこともし言うとしたら、まあ小泉さんの足元見られるわけですね。それは河野太郎さんも一緒です。ただお二人ともそこまで愚かな人ではないと私は見てるんですけどね。つまり日本の産業用も含めて電力を太陽だの風だのが賄えるだなんて思ってないともできるわけないじゃないですか。まず 1% もないのに発電量が。そして今後頑張ったって夜に発電しませんから、太陽光パネルは。どう頑張ったって、で風が吹いてない時に風力発電はできませんから、風車が回らない。そこをむしろぐっとなんか突っ込むような、例えば河野議員、小泉議員に、脱原発ってできるんですかとか、じゃあ頼れる電源って何ですかとか、環境にいいってどういうことですかとか、こういったことを突っ込むような、そういう総裁選になればめちゃくちゃ面白いはずなんだけど、そんなんが起きそうにないんですよね。自民党の総裁選の討論っていうのはね、それぞれが何か言って、で時間内に何か喋って、で適当に質疑応答やって終わりという、やはり小泉優衣は揺るがないだろうと。ただ高市さんも善戦して崇用な大臣になって、でその立場から保守っぽいことをちょっとは小泉進次郎に吹き込んでほしいな、こういうことの期待ですね。青山茂原さんは多分集められないと思います。推薦人を20人そもそも。それでじゃあ誰を、自分が出れなくなった時ね、青山さんが出れなくなった時に誰を推薦するのか、そこもビシッと行動してくれるでしょうか。青山さんのこれからにも注目です。